C-124 グローブマスター2アメリカ空軍の C-124CC-124 はアメリカ合衆国のダグラス社が開発した軍用輸送機である。愛称はグローブマスター21949年に初飛行した冷戦時代初期の戦略軍事輸送の主力であった大型輸送機を欲していたアメリカ陸軍航空軍が 第二次世界大戦中の1942年に、ダグラス社に対し開発を指示していた。こうして開発されたのが4機のレシプロエンジンを搭載した当時としては、空前の大型機である C-74、輸送機であった。こうして1946年より C-74 の部隊配備が開始されるが、戦争終結に伴い必要性が薄れたため、生産機数は14機にとどまった。 しかし1948年にベルリン封鎖が発生すると C-74 が大活躍したためこの経験が C-124 の導入に拍車をかけることとなった C-124 は1947年から開発が進められており1949年11月27日に初飛行した C-124 は 大型のヘリコプターや戦車剤も搭載できる2層のキャビンデッキを持つ大きな輸送力とともに、機体前方に大きな観音開きの貨物ドアとリフトが設置され、迅速な輸送作戦が行われるように改良された。主翼は低翼配置であり、4機のレシプロエンジンが設置されている。1950年5月に実戦配備され、折しも勃発した朝鮮戦争では、 国連軍として参加したアメリカ軍のために大きく活躍するとともに、冷戦初期の世界各地に展開するアメリカ軍に物資を送り届ける活躍を見せた。全部で448機が生産され、アメリカ合衆国戦略航空軍団は1962年まで C-124 を運用していたが、ベトナム戦争でもジェット軍用輸送機が導入されていたにもかかわらず、 場合によっては作戦に投入された。その後はアメリカ空軍周辺で運用されたが、1974年9月に退役した。現在でも多くの機体がアメリカ各地で保存されており、韓国のソウルにある陸軍士官学校の付属博物館にも保存展示されている。C-124 をもとにターボプロップ化した超大型輸送機及び輸送、 空中給油機として c 1 3にも計画されていたが搭載予定だったエンジンが完成しなかったためモックアップ段階で中止された。日本に飛来した C-124 極地からの怪物オカマキリの脅威 A 型が登場。冒頭にて主人公のバークマン大佐を完成したばかりの北極レーダー基地まで輸送する地球防衛軍軍事航空輸送部所属の C 型が 登場。マーガライトファーブや、第2ベータ号の建造に必要な物資を輸送する。作中では、機種下部と機体後部の、両、カーゴドアを開放し、そこから物資を積み下ろす様子が映されている。航空ファン別冊ナンバー32アメリカ軍用機1945から1986空軍編、P94 から95分林道雑誌コード03344から、 8,986年、米軍の大型輸送機墜落。日本経済新聞昭和28年6月19日休眠。ありがとうございます。